さあ、今日もサティスファクトリーの続きやっていくぞ。前回は、どこまでやったっけ？どこまでやったっけ？若干忘れた。カテリウムか。カテリウムをいじったんだな。で、アンロックしたね、建材で階段を作り直してみました。多少上下のね、行き来がしやすくなったんじゃないかなと思うんだけど、どうかな。で、今回は、あれだな。強化鉄板ラインを作ろう。そうしよう。で、その前にだ。高さ間違えてんだよな。高さ間違えてるから床をなんとかしなきゃいけないんだ。そう。あの後な。ちょこっと回してたんだけど。痛い。クーポンはまだ4枚。なかなかたまんないねー。音が出てねえな。よし。ちょっとうるさいかな。こんなもんかな。よし。前回はクーポンでね、建材を増やしたので、もうこの辺もね、ちょっと歩きやすくなって、これ登れないな。これ登れないな。中を通る予定だからな、ここな。表通らないからな。建材。あ、そう、結構持ってんな。結構持ってるな。鉄板がなかった。上か。上だった。こっちだわ。迷子。あ、やっぱり上か。鉄板上だ。自分で作った工場で自分で迷子になってんだから、もう。ではないな。ここだ、ここだ。この先だ。ん？違うな。あ、この先だわ。もう、ダメポ。よし。鉄板はここだよ、ここ。整頓、整頓と。OK かな。え、これ下の段に作ろうって言ってたのに、床がな、さらにもう一段下だったのよ。よう。こっちからじゃ危ないな。よし。じゃあ、こっからな。またビャットタイムだぞ。ビャットタイム。ビャッ。2、3、4、5、6、7、8、よし。これで床は OK だ。あとは電気を引っ張ってこないといけないな。電気は、こっから引っ張るか。からタブじゃない。電気。これな。こいつを、このラインの、ここかな。で、コード伸ばして、ここにはみ出てるわ。次に、壁を、打ってしまうか。よし。で、ここにも、これな。あー、落ちた。痛い。ちた。痛いんだけど。ちゃんと柵作っとけ、俺。よいしょ。あまりにも急なことでリアクション取れなかったじゃないか。人間急すぎると絶句するんだな。
初めてし、お湯かない。おし。いやいやいや、てか今どっから落ちた？ここか？ここか。壁がないからな。壁がないから落ちたんだな、そっか。とりあえず、今日取り直して、つなごう。おし。つないだぞ。つないだ、つないだ。で、こっから、ここだろ？どこに素材を持ってくるかな？真ん中？どこに持ってくる？いやー、外側の方がいいか。ここもな、前回アンロックした壁を使おう。強化鉄板の素材は2つだから、これだな。これをドンと。いいね。ここに合わせればいいって言うんだからね。楽でいいよな。で、合わせるために、ちょっとそこにも一個。まず、鉄板を下ろすラインをな、考えなきゃいけない。こっからだからな。から、もうこう繋いじゃうとなんかかっこ悪いから、どうすっかな。うん、角度は、こうするしかないか。ちょっと不格好だけど。まあ、しゃあないな。リリコの足場はな、素材がもったいないので回収しよう。回収しよう。で、こっから、コンベアリフトで、下にと、持ってきて、この高さかな？じゃあ、これがまっすぐこっちに合わされば、オッケー。鉄板が降りてきてるな。よし。鉄板はいいんだけど、強化鉄板の素材はネジだな、あとな。あとネジだ。ネジも持ってこなきゃいけないな。ネジ、ネジ。ネジにはここにいっぱいある。ネジの場合、まず下に下ろさなきゃいけないな。下ろさなきゃいけないのよ。このまんまじゃな、あれだから。どうするかな？いやー、貫通させてもいいんだけど、貫通させてもいいんだけど。コンベアポールって、どこまで伸びたかな。あ、結構届かない。届かない。届かぬ。え、届かないのちょっと困るな。どうすっかな。壁と床でなんとかしよう。とりあえず壁いつぐらい大丈夫かな。床を置いて、あ、これなら出てくるんじゃないかな。 OKOKOK で、ここで曲げたいから、どうしようかな。先に下ろすか。うん、ここまで出して、
コンベアを下持ってって、まあしゃあないか。真ん中通したかったけど、しゃあないな。あー、でも角度きついかな。ちょっと待った。ちょっと待った。曲げてから下ろそう。うん。コンベアを真ん中下ろしたいところまでまず曲げて、こっから下ろそう。よいしょと。よし、これでど真ん中。あとはさっきの入り口、ここに垂直に入った。よしよしよし。じゃあいらんもんは消しとこう。うん。これでとりあえず素材は、あとこれを下に下げればいいな。これを下に下げで、同じラインまで持ってきて、こいつをここ、ここ合わすのが難しい。合わすの難しい。あ、あった。よかった。よし。これで鉄板とネジが来たな。よし。あとは、組み立て機。ようやっと組み立て機の出番だぞ。あ、ん？ん？ローター？ローター？待って、ローターない。ローターの素材って何？ちょっと待てよ。ローター、工作台ちょっと。工作台さん、カモン。ローターの素材見して。あれ、ローター、これだ。ロッドとネジ。ロッドとネジか。しかもネジ25本使うとかわけわかんないやつ。これは、うん。とりあえず、組み立て機を作りたいから、カンカンタイムするしかないね。手動でカンカンタイムするしかないから、ネジいっぱい持って、ロッドも持って、カンカンタイムしましょう。とりあえずね、立てなきゃね。なんならモーター用の組み立て機も立てなきゃね。うん。というわけで、カンカンタイム。よし、カンカン終わったぞ。これだけね。95個もあれば足りるでしょう。というわけで、改めて、組み立て機。できればね、合わせたい。いろいろと。真ん中とか合わせたいよね。こうかな。真ん中？ずれてるじゃん。ずれてるじゃん。これが難しいよね。でもこの辺だってことは分かった。 OK。 よし。でこいつは強化鉄板。あとはここにね、合流させればいいから、分配行きのラインは？そこ？そこから。わかりにくい。ここ？合ってる？合ってる？場所合ってても向き間違えてる気がするな、これ。よし。私多分場所も間違えてたな。
大丈夫か釣れてないか。いや、なかなかね、この場所取りが難しい。おいしょっと。こっから、こうだろ。で、ここつないで、よいしょ。ここつないで。で、電源、電源。こっから、2マスずつ。よし。まだ大丈夫？いや、フル稼働したら落ちるね。フル稼働したら落ちるね。で、強化鉄板がね、5分に1個なんだよ。5分に1個。すんごい時間かかるの。まあ、そんなのなかなか待っていられないので。待っていられないので。もうね、自分でもやりましょう。やりましょう、これは。鉄板と、ネジはいっぱい持ってるな。よし。早くね、ベルトコンベアマーク2にしたいからね。もう、これはもう、カンカンタイムですよ。いざ、カンカンタイム！よし、強化鉄板のカンカン終わったぞ。いやーね、ネジのぶっ飛び方がえげつないね。えげつないね。これだからネジ加工ラインは怖いんだよ。もうね、みんなネジ足んなくなるのは、通過儀礼だからね。サティスファクトリーはね。というわけで、強化鉄板が、とりあえず手元にいっぱいできたので、アンロックね、できないかどうか見てこようか。こっちから、よりはそっちから行った方がいいな。もう自分の工場で迷子。お待っちゃうね。アンロック。何納品できるかな？マーク2欲しいよ、マーク2。これ、ロジスティックスマーク2いけるじゃないですか。いっちゃいましょう。これと。いってらっしゃい。ロジスティックスマーク2解禁！やったー！イエーイ！エイダさんめっちゃ喋ってっけど、もうガン無視でございます。よし、来たぞ。これでコンベアーマーク2が解禁なのじゃ。やったー、イエーイ。もう早速ね、ショートカットの方はね、うん、これに切り替えとこうね。これで OK かな。よし。でも早速ね、変えたいところがあるんだ。変えたいところがここな。こいつらのラインさっさと変えたかった。これな、上からアップグレードできるので、いちいち張り替える必要なし。便利。さあ、今までもたくた走ってた素材たちを、加速タイムだ。上もね、もう素材不足でね、稼働率が全然伸びなかったから。以上。はい、オッケー。これでね、できた、できたんじゃね。なんだっけ。石灰石だ。石灰石。いいね。早くなったね、いいね。よい。よし、じゃあね、随時、あっちゃこっちゃ入れ替えていこう。ここもね。もう、どんどん入れ替えていこう。君入れ替えたね。よし。あと、素材の流れが遅くて困ってんのどこだっけな。この辺は詰まりがち。あ、ネジよ、ネジ。上。
おいしょと。生産量がえぐくて全然入ってかないの。この辺よ、この辺。よいしょ。とりあえず完成品の収穫ラインを、あれ、ネジのとこ吹っ飛ばした。まあいいや、ネジはこの先か。上もここもこっちもここここここが一番っしょ。よいしょ。さあ、ネジをどん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 。あ、もう強化鉄板不足したもう強化鉄板なくなっちゃった。早いのよ。よし、また作るか。もうすっきりしちゃったね、アイテム欄のね。もう全部まとめて取っちゃえ。よし、で鉄板も鉄板も鉄板もいっぱい必要、いっぱい必要。よし、作れる枠だけは、と完成品を持つ枠は取っとかないとね。ちょいとはいて。よし、またカンカンタイムスタート。よし、強化鉄板増やしたぞ。そして増やしてる間に、バッテリーが落ちたぞ。いや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 。カンカン中ね、時間がかかるからさ、録画止めてんだよ。録画止めてる時にプシュー言わないでよ、頼むから。取れ高なくなるじゃないのよ。困っちゃうね。あそうだ、ここもな、ここもアップグレードしてやんないとな。うん、もうアップグレードしといてやろう。せっかく強化鉄板作ったしな。よし、でこいつらを3、4整理整頓しよう。よし、今4セット5、6、7、8と。はいよ。お届け物ですと。これもね、早く自動化したいね。次のね、納品でね、多分いけると思うんだ。もうワンセット足んなかった。もうワンセット足んなかったよ。全部動かす必要は多分それほどないはずではある。いきます。よいし、オッケー。これでまだしばらく持つな。あー、もうバイオマスが残り少ない。もうバイオマスが残り少ないよ。やばいね。あれだな。次の納品を見てみよう。納品を見てみよう。そっか。起動エレベーター作んなきゃダメか。どこに建てるか、どこに建てるか。今、素材手元にあったかな。特殊。起動エレベーターの素材。鉄板と、ロッドと、ワイヤー、足りない。鉄板が一番遠い。鉄板。強化鉄板に使っちゃったからな。これもね、早くなんか、どっかまとめてね、素材管理をしたいとこだなぁ。あ、ロットもない。ロット、ロット。
ロットも2セットぐらい。いや、ロットはなんかいっぱい持ってる気もするんだけど。よいしょ。あとワイヤー、ワイヤー、ワイヤー向こうだ。遠い。ワイヤーが遠いよ。いや、この辺もな、早くな。一箇所に。集めたいね、素材ね。まだまだ。ワイヤーは上。まだまだ全貌が見えてこないね。よし。ここにあるんだ、ここに。ついでだから、ここちょっと上げてってやるか。上はもうなんか詰まってるからいいかな。こっちは降りれないな。こっちの階段撤去したんだった。そうだ、真ん中作ったからね。真ん中の階段で降りてーと。ここもね、完成品が詰まりがちなの。あら、オッケー。よし。排出速度を上げてやんないとね。これでも詰まると思うよ。これでも詰まるのよ、ワイヤー。マーク3が欲しくなるね、早くね。2手に入れたばっかりなのにね。マーク2のコンベアをやっと手に入れたばっかりなのに、もう3が欲しいよ。お、いい感じ。いい感じで詰まってる。ここ増やすか。生産速度遅いんだよな。1台。制作機を増やすか。向きが逆。おこ。で、コンベヤーを伸ばして、ここはコンクリート。配線をして、ゲイで合流機を立ててやんないとな。合流機。完成品を、下に流すと。OK! これでだいぶ、コンクリートの生産速度上がったんじゃないかな。痛い。まあ、でもまだまだ、ベルトコンベアを、埋め尽くすほどではないな。ここはアップグレードしたもんな。まあ現状余ってるからね、そんなに急ぎではないかな。そんなに急ぎではないな。で、軌道エレベーターを当てなきゃ。当てなきゃ。まあ軌道エレベーターな。いらなくなったら回収すればいいから、とりあえずこの空いてるところ、ここに建てようかな。移動エレベーター。これもまた真ん中を取りづらい。あれだけど、どの辺かな。どの辺だ。 この辺でいっか。さあ、立て軌道エレベーター。おお、すごいすごい。素材がめっちゃ飛んでく。この技術あったらさ、もうちょっとねえ、電力とかもうちょっと何とかしてほしいよね、先にね。軌道エレベーターに電力必要ないからいいんだけど。上から伸びてくるんだよ。おお、来た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 。この角度じゃちょっと見づらいか。こっちか。おわー、落ちた。また落ちた。おお。ガシャコント。
起動エレベーター完成。さあさあこいつでな。端末はこっちか。スマートプレートを作んなきゃいけないんだ。スマートプレートは強化鉄板とモーター。これ手作業で作れない、作れないから製作機を作るしかない、作るしかない。あーまた落ちた、痛いのよ。どうも今日は落ちがち、よく落ちる日だ。いや壁つけてないのが悪いんだけど、壁つけよう、うん。壁つけよう、危ないところには壁つけよう。よし、というわけで今日は強化鉄板の製作機を立てて起動エレベーターの準備ができたと。こんなとこかな。相変わらず牛歩だな。次はね、スマートプレートを作って納品して新しいティアを開放したいと思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。なのじゃ、また次回も見に来てな。というわけでバイバーイ。